こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は一緒にいると楽しい人、疲れる人について解説していきます。あなたの周りに一緒にいて楽しい人っていませんか？なぜあの人といると楽しくなるのか、なぜまた会いたいと思うのか、理由があります。一方、一緒にいるだけで疲れてしまう人っていませんか？一緒にいて楽しい人と一緒にいて疲れる人は何が違うのか。一緒にいて楽しい人は会話が弾みます。魅力的な人です。この動画では会話が弾む人の条件5つ、疲れる人の特徴6個、魅力的な人の特徴8個について解説していきます。会話が弾む人の条件5つ。1つ目は、聞き上手よりも喋らせ上手になる。話が弾む人になるには面白い話をしなければいけないとかつい思いがちです。でもそんなことはないです。人は自分の話をしている時が一番気持ちがいいです。話を聞くことよりも話をさせることが大事です。相手にどんどん喋らせてください。そうするために次の3つを意識してください。1つ目は、感情でリアクションをすることです。言葉でどう返すかよりもリアクションが大事です。面白い、驚いた、嬉しい、楽しいといった感情のリアクションが会話を盛り上げるポイントです。2つ目、すぐに相手に話を振ることです。相手に話を振ってください。会話が弾みます。楽しい会話のキャッチボールは自分がボールを長く持たないことです。できるだけ早めに相手に返すのがコツです。3つ目、相手が話して楽しくなる話題を探すことです。自分が好きなこと、得意なこと、興味があることは誰もが話したいテーマです。でも自分からは言い出しにくいです。あなたからさりげなく話を振ってください。2つ目は、会話の基本は相手に好意を持つこと。会話が弾むかどうかで一番大切な基本は相手を好きになることです。仲良くなりたいという気持ちを持ってください。仲良くなりたいという気持ちを示すために次の3つを意識してください。1つ目、繰り返し相手の名前を呼ぶことです。人は自分の名前を呼んでもらっただけで大切にされていると思います。名前っていうのはその人にとって一番大切な言葉です。2つ目、楽しそうに笑顔で話すことです。相手に笑顔になってもらうにはまずはあなたから笑顔になることです。3つ目、共感の相槌を打つことです。上手に話さなくてもいいです。私もそう思います、わかります、など共感の相槌を打ってください。相手は気持ちよく話してくれます。反対したらダメです。名前を呼ぶこと、笑顔で話すこと、相槌を打つ、この3つを実践してください。3つ目、ユーモアがある人の周りはいつも和んでいる。ユーモアのある人は人生を楽しんでいます。心の余裕、頭の良さがあります。ユーモアのセンスは才能ではないです。間違いなく考え方の癖です。大阪の人の多くが話の最後に面白いオチをつけるのはみんながそうしているからです。才能があるからではないです。常にオチを考えて話す癖があるからです。あなたのセンスを磨くために普段からちょっと面白い表現をしてください。ポイントは3つあります。1つ目、大げさに言うことです。会費はいくらと聞かれて3500万円、ちょっとした感謝の時にご恩は一生忘れません。そう言ってください。ちょっとオーバーに言うだけで場が和みます。2つ目、ずらすことです。ずらすとは、本来言わなければならないこととちょっと違うことを言うことです。彼氏いるのって聞かれたら、いる、いないって答えるんではなくて、はい、くださいと言ってみてください。3つ目、比喩です。別なものに例えることです。心地いいって言うんではなくて、おばあちゃんちのこたつみたいと言ってください。ユーモアっていうのは頭を柔らかくして別の角度から見ることです。ボキャブラリーを増やすことです。気楽にゲーム感覚で大げさに言ってみてください。ずらしてみてください。比喩を考えてみてください。4つ目、会話の引き出しがたくさんある人は楽しい。話題が豊富な人には特徴があります。とんでもなく好奇心が強くて、小さな情報もたくさん仕入れるような行動の癖を持っています。話題が豊富な人になるためのポイントは3つあります。1つ目、
人とは違う方向からレアな情報を集めることです。会話が弾む人はみんなが知らない情報が大好きです。みんなが知ってることではなくて、周りの人が知らないことを積極的に調べてください。二つ目、広く浅く、何かのついでに情報を集めてください。話題が豊富な人は知らないことがあるとすぐに調べたり、人に聞いたりします。本を読むだけでなく、電車に乗ったついでに人間ウォッチングをしたり、髪を切るついでに美容師の方とたくさん話をします。3つ目、経験によるリアルな情報を伝えることです。いくらあなたが情報を集めても、実体験のリアルな情報には勝てないです。恋愛をたくさんする、旅に行く、仕事を頑張るなど、様々な経験をしている人は話題が豊富です。やりたいことはまずやってみることです。挑戦するのが結局、この人と話したいと思われる人になる王道の道です。5つ目、話が途切れた時は敵に近しでリスタートをする。さりげなく話題を提供するキーワードがあります。それが敵に近しです。手の意味は天気季節のことです。明日から雨になるよ、そう言ってください。気は近況のことです。先週お休みをもらって京都に行ってきた。2はニュースのことです。車のナンバープレートに柄物が登場するらしい。地は地域とか周りです。駅前に綺麗なイルミネーションができていました。川は体とか健康です。いつもお元気ですが、健康に気をつけていることはありますか？市は趣味とか仕事です。最近は山登りはしてますか？会話に困ったら敵に近しを使ってみてください。さりげなく話題を提供するキーワードを知っておくと良いです。続いて疲れる人の特徴6個。1個目、疲れる人は気分屋さん。一緒にいる相手が気分屋だととにかく疲れます。突然機嫌が悪くなられると本当に大変です。相手の機嫌が悪いのは相手の責任です。放っておけばいいです。そういう人と割り切ってください。気にしないのが一番です。もしあなたが気分屋の時は晴れの時もあれば曇りや雨の時もある。そう考えてください。あまり深刻にならないことが気分とのいい付き合い方です。2個目、疲れる人は自慢ばっかの人。自慢話はいろいろあります。過去の栄光自慢、モテ自慢、経歴自慢、持ち物自慢など様々あります。自慢話はやめてください。周りに自慢話をする人がいたら疲れるため離れてください。もしあなたが自慢しそうになったら大したことないとか、自分はまだまだなんですとか、控えめに表現してください。その方が周りからの評価が高いです。3個目、疲れる人は立場によって態度を変える人。嫌いな上司の1位は相手の立場によって態度をコロコロと変える人です。上の人にはペコペコとして、部下には上から目線。そんな人っていうのは嫌われます。腹が立ちます。どうしてそんなに人によって態度を変えるのか。本当は自信がないからです。立場や権力を利用しなければ人とうまく付き合えないからです。認められないことに強い危機感を持っている人です。あなたの周りにそんな人がいたらこう思ってください。人を見下す態度は相手に問題がある。あなたが何と思おうと私には私の価値がある。そう思ってください。もしあなたが立場によって態度を変える場合、こう思ってください。本当に頭のいい人は下の立場の人ほど大事にします。感謝をしたり、気を配ったり、いいところを褒めます。そうすると自然に上の人にも認められていきます。立場によって態度を変えないでください。4個目、疲れる人は愚痴ばかり言う人。愚痴ばかり言っていても問題っていうのは解決しないです。なぜ愚痴をそもそも言ってしまうのか。愚痴の本質があります。愚痴の本質とは自分で解決しない習慣のことです。本当は自分の内側に答えがあるのに、自分の外側にばかり解決の道を見つけるような人です。もしあなたが愚痴っぽい時はこう思ってください。悪魔の 3D の言葉、でもだってどうせは言わないでください。その代わりに、じゃあどうすればいい？こう言い換えてください。愚痴っぽい人は、でも、だって、どうせが口癖になっています。何気ない口癖をほんの少し変えるだけで、人生はどんどん良くなっていきます。でも、だって、どうせではなくて、どうすればを口癖にしてください。
5個目、疲れる人は自己中心的な人。自己中な人は疲れる人の中でも最も厄介な存在です。本物の自己中の人は迷惑をかけているとか嫌われているといった自覚がないです。いつも自分の欲求を満たすことに精一杯です。もしあなたの周りにこんな自己中な人がいたらどうしたらいいのか。自己中心的な人と接するときは自分の意思をしっかりと主張することが大切です。ただし言い方には気をつけてください。もしあなたが自己中気味だったら次の2つのことに気をつけてください。1つ目は自分がされて嫌なことは絶対に相手にしないことです。例えば約束を守らないこと、嘘をつくこと、悪口を言うことなどです。2つ目は人の話をよく聞くことです。6個目、疲れる人は比べたがる人。何かと比べる人っていうのはいます。めんどくさいです。例えばこう言ってくる人です。〇〇さんはいいよね、それに比べて私はっていうような人です。またこういう人もいます。私は〇〇さんよりずっと恵まれているなど優越感に浸るような人です。仕事や収入、学歴など自分よりも上か下かを比較して敵対心を持つ人がいます。一緒にいても心地よくないです。いちいち他人と比較するとその分だけ疲れます。もしあなたの周りに比較したがる人がいたら比較は意味がないと考えてください。自分は自分、他人は他人です。気にしないことが大事です。続いて、魅力的な人の特徴8個。1個目、いつも楽しそうな人は魅力がある。魅力的な人は楽しそうに毎日生きています。例えば僕が一緒に仕事をしたいと思う人は仕事を楽しんでいる人です。能力がある、才能がある、学歴がある人ではないです。楽しく仕事をしている人と働きたいです。楽しく料理を作っている人は魅力的です。楽しく育児をやっている人も魅力的です。僕たちっていうのは楽しそうな人と仲良くしたいです。そして楽しいか楽しくないかは自分に責任があります。仕事を楽しむこと、勉強を楽しむこと、毎日を楽しむことです。2個目、忙しいと言わない人は魅力がある。忙しいのに忙しいと言わない人は魅力的です。忙しいと言ってる人よりも口に出さない人と付き合いたいです。忙しいかどうかという時間の問題ではないです。心の余裕があるかないかです。みんな忙しいのは当たり前です。みんな仕事をして勉強をして暇な人なんていないです。心の余裕があるかどうかです。心の余裕をキープしてください。心に余裕があれば一つ一つのことを楽しむことができます。心の余裕を持つために忙しいと言わないでください。他にもポイントが3つあります。1つ目は1日1回自分のためだけの時間を持つことです。好きなことをやったり、本を読んだり、動画を見たり、一人の時間を作ってください。心の余裕が生まれます。2つ目は5分でやれることはすぐにやることです。先送りをするのはやめてください。先送りをすると心の余裕がなくなります。3つ目、やらなくてもいいことはやらないことです。無駄なことをやってる方が多いです。やりたいこと、やりたくないことを明確にしてください。3個目、人と比べない人は魅力がある。人と比べないのは魅力的な人の条件です。人と比べずに、人は人、自分は自分のスタンスを持ってください。スティーブ・ジョブズのこんな言葉があります。美しい女性を口説こうと思った時、ライバルの男がバラの花を10本送ったら、君は15本送るかい？そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に何を望んでいるのかを見極めることが重要。この言葉には大切な教訓があります。それは自分の物差しで生きていくってことです。他人がどうやっているのかに目を向けるのではなくて、自分には何ができるのか考え抜いてください。人と比べる癖のある人は2つのことを意識してください。1つ目、他人の長所や成功を見たら心から褒めることです。2つ目、1日1つ自分ができたことを褒めることです。4個目、謙虚な人には魅力がある。謙虚な人は魅力的です。人気のある芸人さんは謙虚です。実力を褒められてもこう言います。支えてくださる皆さんのおかげです。謙虚になるには人への感謝と学びの機会を持ち続けることです。謙虚になるポイントは3つです。1つ目、どんな人の話もよく聞くことです。
そして間違いがあれば謝ることです。2つ目、おかげさま、ありがとうを口癖にすることです。3つ目、誰にでも丁寧に挨拶をすること、そしてできるだけ敬語で話すことです。5個目、人の失敗を多めに見る人は魅力がある。仕事で誰かがミスをした時に責めるのではなくて、大丈夫、大したことない、そう言える人は魅力的です。器の大きさがあります。一方、人の失敗を多めに見れない人は相手のせいで損をした、そんな気持ちがあります。人の失敗は多めに見てください。きっと気分が良くなります。6個目、どん底を経験した人は魅力がある。人生山あり谷ありです。それを経験している人は魅力的です。どん底を経験してどん底から這い上がった人はかっこいいです。人生は山あり谷ありです。山と谷はつながっています。谷があるから山があります。好き好んで谷に落ちる人はいないです。仮に谷に落ちたとしても諦めずに進んでください。必ずあれがあったから今の自分がある、そう思う日がやってきます。7個目、自分の言葉で表現できる人は魅力がある。自分の言葉で表現できる人は魅力的です。自分の言葉で伝えるための基本が3つあります。1つ目、伝えると伝わるは別物と考えることです。伝えただけではダメです。伝わっているかは別問題です。どんな風に言ったら相手に伝わるのか、相手の立場で考えてください。2つ目、楽しくなってもらうことを考えることです。例えば、仕事のメールの冒頭でお世話になっていますだけでは楽しくないです。今日はいい天気ですね、この言葉を添えるだけで楽しくなります。3つ目、素直な感情や気持ちを伝えることです。ありがとうだけではなくて、本当に嬉しかった、あなたがいてくれてよかったと感情を一言添えてください。8個目、自分らしくおしゃれを楽しむ人は魅力がある。魅力的な人は服の形、色、スタイルなど自分に何が似合うのか、何が似合わないかをよく知っています。おしゃれな服を探すのではなくて、自分のスタイルに必要な服を探してください。それではまとめいきます。会話が弾む人の条件5つ。1つ目、聞き上手よりも喋らせ上手。相手にどんどん喋らせるために3つのことを意識してください。感情でリアクションをする、すぐに相手に話を振る、相手が楽しくなる話題を探すことです。2つ目、会話の基本は相手に好意を持つこと。仲良くなりたいという気持ちを示すポイントは3つです。繰り返し相手の名前を呼ぶこと、楽しそうに笑顔で話すこと、共感の相槌を打つことです。3つ目、ユーモアがある人の周りはいつも和んでいる。センスを磨くためにこの3つを普段からやってください。大げさに言うこと、ずらすこと、比喩を考えることです。4つ目、会話の引き出しがたくさんある人は楽しい。話題が豊富な人になるためのポイントは3つです。人とは違う方向からレアな情報を集める、広く浅く何かのついでに情報を集める、経験によるリアルな情報を伝えることです。5つ目、話が途切れた時は敵に近しでリスタート。手は天気です、気は近況です、にはニュースです、地は地域です、かは体健康です、地は趣味仕事です。さりげなく話題を提供して会話を盛り上げてください。続いて、疲れる人の特徴6個。疲れる人は気分屋さんです。自慢ばっかの人です。立場によって態度を変えます。愚痴ばかり言います。自己中心的で常に人と比べたがる人です。続いて、魅力的な人の特徴8個。いつも楽しそうな人は魅力があります。忙しいと言わない人は魅力があります。人と比べない人は魅力があります。謙虚な人には魅力があります。人の失敗を多めに見る人は魅力があります。どん底を経験した人は魅力的です。自分の言葉で表現できる人は魅力があります。自分らしくおしゃれを楽しむ人は魅力的です。疲れる人と楽しい人、こんなにも違いがあります。どうせだったら一緒にいて楽しい人になってください。あの人といるとなぜ楽しくなるのか、なぜ会いたくなるのか、そんな人になってください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタン、クリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。